こんにちは、タタタイングリッシュのナッキーです。今回は数字に関する教室英語です。見やすくするために今回動画を2つに分けてみました。まず1本目は発音編、発音だけをしっかり確認練習したいときはこちらを見ていただけるといいかなと思います。2本目は実際に授業で数字を使う場面の教室英語編、数字をどんな時にどんな風に教室英語で使うのかは次回の動画をチェックしてみてください。それでは Let's get started! 3, 2, 1. さて、発音について練習する前に皆さんにぜひ知っておいていただきたいことがあります。それは今から練習する英単語にカタカナで振り仮名を振るのはあり？なし？これ結構重要な案件ですよね。学校ではどうしてますか？私は振らないようにしています。でも子供がプリントやノートに自分で覚えるために振った振り仮名についてはダメだよなんて消したり直したりはしません。だって頑張って覚えようとしてやってることですからね。その代わりカタカナやひらがなで実は英語の音は書けないんだよってことはしっかり先に伝えています。だから覚えて音も真似できるようになったら消せたらいいねっていうふうに言っています。具体的になぜ英語の音に日本語で振り仮名が振れないかというと、日本語と英語の音は似ているものもあるんですが、基本音の出し方、舌や口周りの筋肉の使い方、実は全然違います。中でも私が子供たち、または英語は苦手って言い切っている先生方に一番意識してもらいたいのは母音と子音の音なんですね。日本語の五十音は必ず子音プラス母音でできていますね。これローマ字表を見たらわかりますよね。教えた先生もいらっしゃると思います、ね、でも英語には子音だけの音っていうものが存在します。日本語英語になってしまう一番の原因はね、そこなんです。日本人はこの子音だけの音にどうしても母音がくっついていっちゃう傾向があります。それでカタカナ英語っていう外国では通じない英語ができてしまったんですよね。例えばクラス、これ英語ではクラス、この初めの音クには実は母音はくっついていません。だからクラスって言っても通じません。それから白、カタカナが頭にこびりついているのでどうしてもこれねホワイト、頑張ってもホワイトって言っちゃう人が多いです。でも本当の発音はホっていう音はないです。White. ほとんど White に聞こえます。それから先生も大好きな Twitter、Twitter。もともと Twitter っていうのは小鳥がピチュピチュピチュってさえずる音から来てるのね。Tweet, tweet, 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 Twitter の Tweet, 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 tweet。こんな感じなんですよね。だからつい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 じゃ全然漢字が出ませんよね。はい。Water みたいに T の音も落ちますので Twitter。子音だけの音、とっても英語らしい音ですよね。さて、この子音だけの音を認識できて発音できるようになると英語の発音は格段に良くなります。しかも嬉しいことに自分で発音できた音っていうのは聞き取れるようになるんですね。なのでリスニング力もぐんとアップします。だからこのチャンネルを見ている先生方にはもう最初からお願いしておきます。英語に日本語で振り仮名振らないでくださいね。お願いします。そしてここからは発音記号を使います。英語苦手って言ってるじゃないですか。発音記号なんて覚えてないですよ。ね、いやいやいや、そんなこと言わずにちょっと聞いてください。そもそも最近は中学や高校ではあまり発音記号って扱わないんですね。マストじゃなくって教員や学校の判断で扱うかどうか決まってくるそうです。だからこれを見てくださっている先生の中でも発音記号に馴染みのない方の方が多いんじゃないかなって思ってます。でも私は発音記号は英語学習には特に発音の学習にはマストだと思っています。まあ、とはいえここは5歳児イングリッシュですから、大学の英文化やフォニックスの習得で使うような
フルの発音記号を覚えてくださいっていうわけではありませんので、安心してください。発音記号は音楽を奏でるときに使う楽譜、音符のようなものです。耳コピでもね、演奏できてしまう天才もいますけど、やっぱり楽譜が読めるに越したことはありません。じゃあ発音記号ってそもそもどういうものっていう人のためにちょっとだけ解説させてください。発音記号というものを一番最初に作った人たちはこういう組織の人たちです。インターナショナルフォネティックアソシエーション、IPA ってみんな呼びます。なんとね、最初に世に出たのが1888年、パパパですね。今から100年以上前なんですね。この発音記号は正式には IPA 国際音声記号と言います。今見てもらっている表は IPA チャートといって、英語を専門で勉強している人にはおなじみのものです。特に音声学とかね、私はトラウマがあってあんまりもう見たくないんですけどね、まあ、ちょっと見てみましょうか。これわけわかんないと思うんですけど、簡単に言うと口の中のどのあたりで発音するのかが表になったものです。これは、母音、日本語のあいうえおに似た音の表です。さてこの音声記号には実は IPA 以外にもいくつかあるんです。 IPA を使った表記が世界では一般的なんですが、日本の辞書ではもうちょっとこれを簡略化したジョーンズ式やギムスン式っていうのが多く使われています。ちょっとずつ違うんですけど、どちらも IPA を下敷きにしているので、音声学を志すとかでなければ、個人の学習レベルで便利に使うのなら覚えるべき音声記号はどれも大きくは変わりません。私は今回日本の英語教材に多く使われているシンプルなジョーンズ式でご紹介します。英語で使う発音記号はだいたい45個前後あるんですが、その中でも覚えて書けるようになっておくと英語学習の時とっても役立つのは30個ほどだと思います。それでも多いですよね。でも大丈夫。今日の数字の発音で使うのは、さらにその中から絞った母音7個と子音9個のたったの計16個です。これなら覚えられそうですよね。ね、これ子供には教えなくていいんですよ。まだ難しすぎますし、そもそも彼らは耳コピできる世代なんです。教える側の先生が覚えておいてください。では早速その15個プラスアルファを発音とともに覚えていきましょう。これをクリアできたらすぐに数字の1から10がきれいに発音できるようになりますよ。まずは母音から。母音は基本日本語のあいうえおと似ていますが、日本語で言うあ、日本語であと認識している音は英語ではなんとこんなにあります。先ほど見てもらった IPA の母音の表のこのあたりですね、これ全部あの範疇です。いっぱいあるんですよ。だから最初に言った振り仮名であって書けない理由、わかりますよね。どのあなのってことです。で、英語で使うあはこのうちの2つだけです。どんな音か確認しましょうね。この三角棒です。口はあまり開けません。玄関出て、あ、マスク忘れたっていう時のあです。ちっちゃいつが入る感じ。喉の奥の方で短く発音します。喉の奥の方を意識して、あ、あ、cut、 あ、あ、 up。 日本人のあに近いって書いてある本も多いんですけど、いやいや、口の形全然違います。指をちょっと2本用意してください。人差し指と中指をね、それを縦にして口の中に入れてみてください。あー、これくらいです。こんな開けないですよね、日本語のあって。英語のあはこれくらい開けるんですね。あ、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 なので、あ、あ、ボックス、あ、あ、stop。 そもそも O って綴りで書くので、 box、 stop って
そう読んでしまう人が多いんですけど、実はね、これおじゃなくて、ほとんどの場合あと発音します。子供がなんかしでかした時に言うのもストップじゃなくてスタップね、ずいぶん違いますよね。その他の母音は1から10の数字に出てくるものを簡単にやっておきましょう。イなんですけど、ちょっと違います。まず日本語のえって言ってみてください。え、え、その口のままいって言います。いいですか。え、え、え、ちょうど日本語のいとえの中間の音になります。え、え、インク、え、え、ミルク。日本語のうに近い音ですが、もう少し口周りの筋肉を使います。英語の方が絶対的にこの口周り、舌の筋肉を使うので、ほうれい線の予防にも効果抜群です。女性の先生の皆さん、唇を少し丸めて、今から口笛吹くよってくらいまで突き出します。そしたら喉の奥の方から短くう、うとなるように発音します。う、う、 book、 う、put。 まず日本語のえと同じ口にしてください。で、それよりさらに左右に唇を引いてください。唇の両端に少し力が入ります。え、え、pet。 え、え、head。 これは日本語のおの形にしてください。そこからもっとぐっと顎を下げます。あー、あー、すると口が大きく開きますよね。自然にちょうど日本語のおとあの中間音のようになります。唇はリラックスしてくださいね。喉の奥の方で発声します。やってみますね。あ、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 できますか。あ、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 dog。さあ、これで、あいうえお、母音がクリアということで、次いきます。英語の発音で必ず押さえておいてほしいものがあります。それは、有声音と無声音についてです。あー、なんか勉強っぽくなってきてやだーとか思わないでくださいね。簡単です。簡単だし、とっても知っておくと役に立ちます。ちょっとこの発音記号を見てくださいね。これ、上と下発音していきますね。なんか気づきませんか？これ実は上と下のペア、口の形が同じなんですよ。知ってましたか？上の音を音がない無声音と呼びます。これ震えないってことです。下の音を音がある、喉の声帯が震える音、有声音と呼びます。12個もある発音記号の口の形を6個覚えるだけでいいんです。なんかお得じゃないですか。このペアをぜひ覚えていきましょう。口の形に迷った時絶対に役に立ちます。それでは左からやっていきますね。これね、私間違って中学の先生に教えられて完全に勘違いしてたやつです。分かった時本当嬉しかった。下唇を噛んでって言われたんですよね。下唇を完全に噛んだらこの音は出ません。この音は下唇のリップを塗るところね、そこではなくって、つまりその外側の乾いてるとこじゃなくって、その乾いてるところと内側の粘膜っぽいところ、こう境目あるじゃないですか、口内炎ができちゃうところ、このちょうど境目くらいに軽く上の歯を押し付ける感じです。わかるかな。そしたら音が抜けていくんですよ。だって完全に噛んだら出ないんです、音が、ね、でそのちょうど粘膜と外の乾いたところの間にこう置くとね、出るんですよ。で、これは全くふと同じ形で声を出します。ちょっとね、に手を当ててやった方がいいかもしれない。これ
携帯のバイブ音にそっくりな音です、ね、唇がくすぐったくなるくらいが正解です。こんな感じです。では Food Violin。 これはもう皆さんご存知 TH の発音ですよね。これもね、よくね、舌を噛んでって教わるんですけど、がっつり噛むんじゃなくて、この舌の先を出して、ベロって言いますね。上の歯でベロをそーっと押す感じですね。そしたら、自然に下の歯がね、少しこうくっついてきます。そのままの状態でね、息を出してください。ベロは引っ込めません。息がきちんと歯の間から出てきますよね。これが、の音ですね。この形のまま音を出すとになります。短くやるとThursday There。 歯をカチッと閉じます。舌の先は上の歯の裏に近いところにあります。でもどこにも当たっていません。ちょっとやってみますね。当たってないんですよ。はい、確認できたらもう一回やってみます。舌と歯の隙間から強めに息を出します。Sky。次はそのまま音を出してみます。喉に手を当てて、ズズズズズ。これは教えるの簡単です。ちょっとね、お行儀悪いんですけど、スイカの種を軽く庭に飛ばすイメージです。はい、唇閉じて飛ばしますよ。誰か梅干しの種飛ばしてませんか？スイカの種ですよ。はい、いきます。ペン。それに音をつけるとブブ。ブック。これ簡単そうで難しい音です。舌の奥の部分を持ち上げて上顎の奥につけてみてくださいって言って難しいです。やる、私はやりませんよ。おっちゃんがやるカッペの手前みたいな感じで、舌を離す瞬間に音を出します。ちょっとやってみると分かると思います。クック。発声してみると舌の奥が上顎の奥にくっつくっていう感覚が分かるかなと思います。日本語のカキクケコから母音の音を抜いた感じの音です。だからカタカナ英語のケーキじゃなくてケーク、ステーキじゃなくてステークになります。クックケーキ。こっちの有声音の方がちょっと難しいかもしれません。クからそのまんま音を出していきます。日本語のグにならないようにクと同じ位置で音を出してみましょう。喉の奥意識してくださいね。クからいきます。クックグッグッ。Good。 舌の先っちょを、ベロの先っちょを上の歯の裏の歯茎につけてから急に弾くように離します。 Today。 同じ口の形でここから Do。 さあ、ここまで来たらあともうちょっと、残りはたった3つです。頑張って。口を少しだけ開けましょう。舌の先は上の歯茎につけてください。鼻からぬって声を出してみてください。口は軽く開いてますよ。ぬぬ Night。 ぬぬ Not。 日本語の和行に似た音ですが、皆さんが知っているより倍ぐらい唇を突き出してくださいね。うーわ、ないわっていう時ね、いう感じです。強調して言う時みたいな、うー、その突き出した唇を戻す瞬間に音をうわって出します。うわ、うーから戻す瞬間ですよ。わわ Word。 わわ Winter。 さあ、最後は
日本人の難関、日本語にこの音ないからですよね。舌先をどこにもつけずに日本語のラ行を発音するイメージって言われても困りますよね。難しいです。私がいつも子供たちに Rabbit、うさぎ、この発音を教えるときにいつも使っている言い方をちょっとしてみますね。皆さんもぜひ試してみてください。はいはい、いくよ。ベロの真ん中にまん丸い美味しい飴を置きますよ。何味にする？ストローベリー、そうだ、美味しそうなの置いてね。置いた？はい、ベロ出さなくていいからね。口の中にベロはしまったままね。じゃあその飴ちゃんを溶かさないように、噛んだりしないようにそーっとベロの上に置いたまま、置いたままだよ。口をうーの形にして、そのままラビットって言ってみますよ。いくよ。 Please copy me. Rabbit. Rabbit. 言えた？ Oh, good. ってな感じでやると、まあ8割方だいたい似たような発音はできるようになります。私もこの音でやっぱ苦手なんですよね。なんで必ずこの後に出てくるお見本の音を参考にしてください。私の音じゃなくてね。 Run. Repeat. やっとここまで来た。これで1から10までの発音を完璧にするための下準備完了です。それでは早速やっていきましょう。 W だから唇を突き出して、もっともっと力入れて、そのまんま鼻から抜く感じで N の音を発生します。 One. その時舌の先は歯茎に押し当ててますよ。言い終わった時は N の音が N のように変化します。 One. One に聞こえます。 One. One. T. T. の音ですね。舌先を上の歯茎につけて、うーは日本語のうよりももっと唇を突き出して言います。 Two.TH の音、舌先を軽く上の歯で噛んで、音を出した瞬間そのままスッと中に引き戻します。 R は口のどこにも舌はつきません。小さい飴玉が舌の真ん中に乗っているイメージで丸めていきます。 3 の歯の位置確認してください。下唇噛みすぎないように、粘膜と外側の境目ぐらいに上の歯を当てて、その後舌を丸めて R 音を意識してください。 4 始まりは無声音の、終わりは有声音の、始まりと終わりが同じ口の形です。 5S は無声音、イはエの口でイでしたよね。S エクス、S エクス。Six. Six. セブンイレブンのセブンにならないように。V はFと同じ形ですよ。唇の粘膜の境目に上の歯を置いて、V V。バイブ音のように震えます。Seven. Seven.えは日本語のえよりも横に口を広げることを意識してください。最初のえが強くなりますので、最後の t は聞こえないくらいの音になる時もあります。 8 ぬぬ、鼻から抜いて最後は one と同じ、上の歯の裏に舌を押し当てたまま鼻から抜きます。ぬの音が残るように聞こえます。 9ト、ト、この音です。そしてこれも最後は鼻から抜くぬが残る音になります。テン、テン。さあ、じゃあ最初から通しで全部言ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン。One, two, three, four, five, six,
7 8 9 10いやー、やりました、やりました。いいですね。できてます、できてます。そのはずです。では最後の仕上げは逆さまから言ってみますよ。子供たちの大好きなやつです。それをやって今日のレッスンを終わりにしましょう。それでは次回、数字を使う場面での教室英語編でまたお会いしましょう。今回の動画良かったよって応援してくださる方、グッドボタンよろしくお願いします。次回の配信予約は登録ボタンを押しておいてください。それではいきますよ。 Let's count backward from 10 to 1. Ready? Go! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1